かちゃん、ふじこ、マージャントリビア、イエーイ。緊張してます？ちょっとね、行きますね。はい、やりましょう。はい、この番組はどんな番組でしょうか？はい、この番組は元マージャン博物館館長、はい、梶本拓則さんにマージャンのタリビアを教えてもらう番組です。なるほど。はい、では本日のお題はこちらになります。はい、出るんですかね。じゃん。と、なんで麻雀ってゲームは始まったの？ふわっとしますね。イントネーションおかしかった。なるほど。まあ、麻雀というか、すべてのゲームの元って何か想像つきます？はい、あらゆるゲームの元。元、うん。まあ、先祖。日本じゃない、はい、人間で言ったら、はい、まあ、猿だとか、はい、元前だとか、いろいろあるじゃないですか。はい、ゲームにも元があるんですよ。ああ、元をたどると、はい、元をたどると何か、難しい。え、でももうなんか農作するのになんか必要な情報で、うん、なんていうんですか、こう、準備する、うん、なんかお仕事の段階でゲームが生まれたみたいな。おお。そんなイメージは。なるほど。ね、まあ麻雀で使う道具でもあるんですけど、はい、実はサイコロが一番元なんですよ。あ、全然違う回答でした。ごめんなさい。サイコロっていうのが、はい、もういろんなゲームの元になってて、うん、占いだとかゲームの元になってるんですけど、はい、そのサイコロもいきなりできたわけじゃないんですよ。ああ、なるほど。いきなりサイコロになったわけじゃなくて、はい、藤子さん、子供の頃にやったかどうかは分かんないですけど、はい、明日天気になるって分かります？あ、分かります。あの靴をヒュンと投げて、そうですね、ちゃんと落ちたら晴れ、裏返ったら雨みたいな、あれがもともとのサイコロのさらに前の道具なんですよ、はい、道具というか、はい、明日の天気を占うというものが、はい、まあ、サイコロの、まあ、一個前みたいな、はい、まあ、あれ表か裏だから、まあ、1か2しかないようなものじゃないですか、うん、そうですね、それが6ぐらいまでちょっと、はい、曇りかもしれんし雪かもしれんしみたいな感じで多分6個作ったんでしょうね、うん、はい、それがサイコロになったと。あ、はい、天気占いが。そうなんですよ。なんですね。で、それがだんだんそのいろんなサイコロが派生していって、うん、トランプになったりタロットカードになったりだとか、まあ、麻雀の前で言ったらマーチャオっていう、あの大手雀荘グループでおなじみの、うん、はい、あれの名称になって、うん、カードマージャンになるんですよね、うん、はい、そうなんですよ。カードマージャンになりまして、でカードマージャンをやってた時代っていうのが18世紀から17世紀とか、うん、まあ実はもっと前からなんですけど、昔はあのトランプで戦争ってわかります？戦争、はい、わかります。数字ペヨンと出して数の大きい方が勝ちみたいな。あ、そっちの戦争ですか？はい、そっちの戦争。あ、聞いたことありますね。あります。やっぱジェネレーションギャップかもしれない、はい、それは。そう、大富豪がやっぱり主流だったんですよ。あー、なるほどなるほど、はい、だいぶ進化してますね。かなり進化系です。もうめちゃめちゃ単純なゲームで、はい、1枚選んで、まあ、もしくはもう見ずにピッて出して、うん、数字の大きい人が勝ち、全部持ってくるみたいな、はい、そういう単純なゲームでもあったんですよ、昔のマーチャオっていうのは。ところがまあそれに、もっと複雑にしようということで、1860年ぐらいですかね、うん、まあ大体上海地方、あるいは寧波っていうところが発祥の地だって言われてるんですけど、はい、そこに陳魚門さんという、うん、まあ、お役人さんがいるんですよね。はい、陳魚門さん。陳魚門さん、あの陳はね、はい、何編っていうのかな、あれ、陳さんってなんとなく想像してください。珍しい。で、魚の門とか言って陳魚門っていうか、ね、はい、そういう人がいるんですよ。で、その人って、まあ、お役人さんなんですけど、まあ、諸外国の人とのなんか交流というか、まあ、外交官みたいなものなんですよ、はい、で、このマージャンというゲームを、まあ、マーチャオですね、マーチャオというゲームをもうちょっとなんていうのか、奥深いものにするたびに、諸外国の皆さん、ちょっとお知恵を貸してくださいみたいな、はい、あなたの国でやってるポーカーとか、うん、そういうところからちょっとなんかヒントいただけませんかみたいな、というところで役ができたんですよ、はい、例えば一通ってあるじゃないですか、はい、あれ英語での、まあ、ポーカーで言ったらストレートみたいな、12345みたいな並んでるやつとか、 あとフラッシュっていうあの同じ種類のやつ、はい、
あるじゃないですか、ダイヤ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 みたいな、はい、あれが元になって、はい、まあ、本一とか鎮一、はい、あ、実は鎮一しかない、あ、あんこじゃなくて、あ、そうそうそう、フラッシュ、あの全部ダイヤダイヤダイヤ、はい、5、7、9とか何でもいいんですけど、はい、あれが元になって鎮一ができるんです。実は当時のマーチャオって自配がないんで、はい、鎮一しかないんですよ。あ、そうだったんですか、はい、なので、まあ、そういったもともと数の大きさだけ比べるゲームだったのが、はい、そういう役もできて今の麻雀の、はい、まあ、原型みたいなのができるんですよ。で、もう一個道具のちょっと進化というのもありまして、はい、紙の麻雀、紙の麻雀ってこういう感じ、うん、だからあれよく船乗りさんが退屈な時、釣りしてない時に暇だから、はい、船の上でこう遊んだりするわけです。ああ、魚が釣れる間。そう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 。でも雨降ったり風吹いたりして、うん、まあ濡れるは飛ぶわで、はい、結構大変なんですよ、うんうんうん。あれって一応木版印刷でピッてやって印刷しました。紙チョキチョキチョキって切って、はい、すぐできるゲームだったんですけど、簡単にできるんだけど簡単に汚れるわ折れるわなくなるわで、はい、どうしたらいいもんかと思って、あの今のパイの形、動物の骨に、うん、はい、まあ、彫って色塗って、うん、で今の麻雀牌の原型っていうのができるんですよ。重みができて、はあ、ゲーム性で言ったらもともと数の比べっこしてたのが、はい、そこに役をつけてできました、うん、道具で言ったら紙だったのが牌になりました、はい、それができたのが麻雀、これが大体1860年頃だっていうふうに言われてるんですよね、はい、そうだったんですね、はあ、結構昔、もう麻雀できてからだから150年以上経ってるわけですからね。おお、そんなに経ちますか、はい、結構経ってます。もうでも大体今いる皆さんは知ってる麻雀はもうあの麻雀牌になります、ね、あの麻雀牌ができたんですよ、はい、という感じで、そんな歴史があったんですね、はい、ちゃんと伝えられたかな、わかりました、わかりました。なかなかね、なかなか奥深くて、そうなんですよ、すっごい根っこからっていうか前から言っちゃったんで話せばちょっと長くなりそうですね、また深掘りすると、はい、まあ、だって大まかですもんそうです、ね、テーマが今日はここで区切るんでしょうか、今回は。はい、そんな感じで、わかりました、はい、ということでした、はい、皆さんまた一つの麻雀の雑学を覚えましたね、はい、では次回もご視聴をお願いいたします。ではまたね、番組では麻雀の質問を募集しております。質問を動画コメント欄に書いてください。お願いします。